ああ、なんて甘美な。だが甘美な者は生きながらえぬ。永遠に生き続けるのは、ただただ冷たい憎悪だけだ。指揮官か。我が名はゼッペリン。さあ、条件がすべて揃った。では開幕するとしよう。 終焉のシンフォニーを。黒柳の角笛がすでに鳴り響いている。焦ることはない。心して待つがよい。もし神がいるなら、そいつから葬るとしよう。高いところは好きだ。すべてを見渡し、すべての破滅も眼中に収められるからな。 失っても取り戻せるもの。最初から存在すべきではない。そう思わんか人生は所詮、配られたカードでゲームするだけというなら、いっそ、ゲームそのものを壊す気にはならないか憎んでいる、すべてを。任務を与えてくれるものが、 果たして K が真に努力を捧げたい存在だろうか。任務を与えてくれる者が果たして K が真に努力を捧げたい存在だろうか。任務の報酬、受け取りたまえ。人と接する時間を大切にするがいい。もうすぐそれもなくなる。 ケイラの争いも、あがきも、すべて終焉の糧とならん。人と接する時間を大切にするがいい。もうすぐそれもなくなる。ケイラの争いも、あがきも、すべて終焉の糧とならん。ケイではないか。ああ。 なんて甘美な。だが甘美なものは生きながらえぬ。永遠に生き続けるのは、ただただ冷たい憎悪だけだ。戻ったか。<laughs> 港で喜んでいるようだ。<laughs> 力だけで全てが決まればいいものを。では始めよう。 我らの破壊を。敵にふさわしい場所は、破壊外あらぬ。次こそ、死よりも深い絶望を、味わってもらおうとしよう。終わりだ。風ネブレ。鉄と、血の匂い。